ブラック会社所属、残業11時間なんてのもあり、過去にはこのまま電車にも経験済み、未遂、そこまで行っちゃったんだ。当然残業代全額はつかず、今は仕事中にこっそり聞くホロックスの配信がいい気分転換。けど都合で会社を辞められず、経験者として何か気をつけてることがあれば教えてるいね。このね、お悩みを言ってくれてた人がどういう都合なのかわからないけど、そう、どういう都合なのかわからないからちょっと安易には言えないけれども、相談できるところってめちゃくちゃあって、そこに行くか、そこにも行けないんだったら病院にいた方がいいと思います。病院に行くと診断書を出してもらって、会社に行かなくてもいいようにできるんです。そう、病院に行ってください。病院に行くと診断書を出してもらえます。会社に行かなくてもいいという診断書で、その診断書で国からいろいろ援助をしてもらえる可能性もあるので、それを頼ってみたらいいんじゃないでしょうか。自分で何でもしようと思わなくていいと思います。周りにはいろんな相談できる施設だったりとか環境がありますので、そういったところを頼って自分が壊れないようにしてほしいなって思いますね。私も辞めれないなって思った時があって、人生どうしたらいいんだ、たか人生どうしたらいいんだって思ってた時は病院に行きました。病院に行くと強制的に休める効力を持ったものをちゃんと作ってくれるはずです。あなたがね、そこまで追い込まれているんだったら、きっとそういう症状が出てるんだと思うんで、病院に行くのが一番の解決法なんじゃないかなって思います。病院は怖いところじゃないから、あなたを守ってくれるところだから、ぜひ行ってください。いや、この人の気持ちを思ったら涙が出てきたよいしょ。私もね、こういうことがあったから、私の時とその環境が違うかもしれないけど、私が頼ったのは病院だった。家族でも友達でもない病院だった。病院に頼るといいと思います。逃げてもいいからね。辛いものから逃げて自分の人生を大切に生きるのは何も悪いことじゃない。お金なんてどうとでもなります。ぶっちゃけお金なんてどうとでもなる。命が大事だから、だから逃げは悪いことじゃないですよ。なんか楽しいことをしたいなって思ったら、また配信に来て、私がホラーでね叫んでるところを見て笑っていただけたらなと思います。一緒に笑いましょう。ルイトモさんも笑ってくれるはずです。また悩んだらね、きっとルイトモさんも私もだし、ルイトモさんもね、多分相談乗ってくれると思うから。結構ルイトモさんね、人生経験豊富な方多いんですよ私より人生経験豊富なんだなって思う人多いですから、相談乗ってくれると思いますし、あなた一人じゃないからね。以上。